こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日本の領海付近への中国の漁船による違法操業、海軍の船の進出が様々なニュースとなって耳に飛び込んでくるようになりました。10年ほど前ですが、2010年秋、中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした事件は動画が YouTube に上げられたことによって大騒ぎになりましたね。最近騒ぎになったのが、2018年1月10日から12日にかけて起きた中国海軍の潜水艦による領海侵犯ギリギリの浮上でした。場所は沖縄県の宮古島近くの日本領海への接続水域です。当該潜水艦は中国海軍の最新鋭艦である小級 093B 型原子力潜水艦と見られていますが、海上自衛隊の対潜哨戒網に探知され、尖閣諸島近くの公海上で浮上し、中国国旗を掲揚したそうです。ちなみに、この小級 093B 型原子力潜水艦は攻撃型潜水艦で、サイズは全長 107M、排水量 6000 トン、最大速力30ノットとされています。なぜ中国原潜が浮上したのでしょう？理由として、中国寄りの意見では、尖閣諸島周辺は自国の勢力圏内であると、誇示するためのもの、いわゆるデモンストレーションだったのだという主張も多くありました。しかし、冷静に考えてみると、潜水艦というのは、存在を明かしてはならない兵器です。隠密裏に行動することが最重要なはずです。それが、なぜ、わざわざ、ここにいるぞ、と存在を明らかにしたのでしょう。ここでキーとして登場するのが、日本が誇る最新鋭潜水艦です。防衛省の発表によると、1月10日、海上自衛隊の護衛艦と P3C 追潜哨戒機が中国の潜水艦を捕捉し、その後2日間にわたって追跡を続けたといいます。小級 093B 型原子力潜水艦は海上自衛隊の追尾を受けたため、2日後の1月12日午後、尖閣諸島の北西方向の公海上に浮上し、中国国旗を艦上に掲げたとされています。この潜水艦が浮上した理由については、中国側から正式な発表は何もなく、推測するしかないのですが、海上自衛隊の追跡行動によって、背に腹は変えられないということだったのか。浮上せざるを得ない状況に追い込まれてしまったと考えられています。日本の国是として非核三原則が存在することをご存知の方も多いと思います。世界で唯一の被爆国としての立場から核を持たない、作らない、持ち込ませないことを昭和42年当時の佐藤栄作首相が提唱したのです。この国是と国民の中にある核というものに対する恐怖心や嫌悪感、核アレルギーと形容する人もいるようですなど、そのような複雑な感情を考慮したのでしょうか。日本の海上自衛隊では原子力潜水艦は保有していません。通常動力型の潜水艦のみを収益させているのです。原潜の最大のメリットの一つは、浮上して待機を取り入れる必要がないことです。浮上する時間がなくなるわけですから、連続して長時間潜航することが可能になります。
今回の小級原子力潜水艦が行った浮上は、潜水艦の隠密性をかなぐり捨てた行為といえます。やはり海上自衛隊があまりにも執拗に追跡するので危機感を抱いたためと推測されています。潜水艦が海中で索敵、索敵、汽笛の行動を探る行動に使用するは、ソナーという水中音を探知するレーダーのような機器で、2種類パッシブソナーとアクティブソナーあります。パッシブソナーとは、艦船が発生する音。例えば、スクリュー音やエンジン音などを探知するものです。実は、船ごとに発生する音が異なるので、その船固有の指紋ならぬ音紋として、どの船なのかの識別が可能となっています。またアクティブソナーは、自船の側から敵に対して超音波を発し、その跳ね返ってくる音を拾って探知するという仕組みの機器です。海上自衛隊の護衛艦は、小級潜水艦にアクティブソナーを使用し、その位置と存在を探知したようです。その上で複数回の警告を行ったと思われます。自衛隊の警告を無視して、小級潜水艦が万が一日本の領海へ侵犯するようなことになったら、国際法上の無害通行権の適用はないので、最悪の場合、小級は撃沈されても文句が言えない状態でした。無害通行権というのは、他国の平和、秩序、安全を害することがなければ、他国の領海を通行できる権利のことです。しかし、この場合は警告を無視して領海に侵入することになるわけですから、秩序、安全を害する恐れがあるということで、無害通行権の適用はないと思われ、中国潜水艦の日本領海侵犯となる可能性があったというわけですね。小級潜水艦の行動は、当然、海上自衛隊の潜水艦も探知していましたが、自分の位置を隠すために、水上の護衛艦がアクティブソナーを使用し、潜水艦の援護をしたと推測されます。そして、アクティブソナーによって、すべての行動を把握されてしまったと、悟った小級は、そのまま潜航を継続できないと判断し、やむなく浮上したと考えられているのです。海上自衛隊は、日本の領海防衛のための探索網をすでに張り巡らせているので、中国海軍潜水艦の行動は手に取るように把握し、報告されていたと考えられています。詳細は国防に関わる一級の防衛機密ですから、明らかではありませんが、前述した音紋を解析することで、それぞれの艦ごとの単位で識別しているはずです。これが、海上自衛隊の対潜能力が世界一とも標榜されている理由です。アメリカ海軍情報部によると、中国海軍は2015年時点で少なくとも通常動力型潜水艦は57隻、原子力推進型潜水艦は5隻、合計62隻を就役させているといいます。その潜水艦の中で、今回の小級 093B 型原子力潜水艦というのは、中国大陸から比較的離れた地域で行動しており、さらに最新の対艦ミサイルを実装していると推測されている潜水艦です。この小級に新型の対地ミサイルを搭載すれば、アメリカ軍が太平洋の用としているグアムやハワイの基地を
攻撃できる能力を備えることになるとも考えられています。昇級の優秀さがわかるエピソードではないでしょうか。とは言っても、このような能力を備えた潜水艦の動きを察知し、公海上へ浮上させたことは、確かに潜水艦の数では劣ってはいますが、海上自衛隊の質の高さを証明したことになりました。量より質ということが実際に実現したと言っても過言ではないと思います。海上自衛隊の潜水艦は、自分の存在を隠したままで、中国潜水艦の動きを注視していたと言われます。それだけではなく、蒼龍型潜水艦の最新鋭艦は、エンジン機関をリチウムイオン電池に改良したことで、充電時間が短縮され、大幅に能力が向上した通常動力型としてはベストな艦となることが予想されています。また、船体も現在ずっとステルス性に優れた仕様になると考えられていますし、これまで以上に高い秘密性を有するものになると期待されています。海中で日本と中国の静かなる戦いが繰り広げられました。高い質を誇る日本、数の多さを誇る中国。両者のせめぎ合いは続きますが、今の時点で質の日本が先んじている状況と考えていいでしょう。